韓国オサム一部は14日、来る20日から北朝鮮南東部混合山で行われる南北離散家族の再開行事に向けて、15日に先遣隊を派遣すると明らかにした。先遣隊は約20人規模で、オサム一部などの政府当局者、混合山内の施設を管理する現代画山の関係者らで構成された。 宣言隊は先月9日から混合山で施設の改善補修作業を行っている人員と合流し、再開行事が終わる26日まで現地に滞在する。